ジジョルジュ・ドュグリガルは常に裕福な暮らしをしてきたノルマンディー地方の鉱山会社や製鉄会社で財を成した彼は競走馬の繁殖にも興味を持ち繁殖牧場と地方競馬の小さな旧車を所有していた彼は古都カーンに今も残るような古い屋敷で使用人と共に一人で暮らしていたそのファサードにはリージェンシー様式の彫刻が施され 当時の様式と時代を色濃く反映した高い窓があり人通りの少ない静かな通りに面していたその夜ラルフは何度も前を通った窓のうち三つは夜遅くまで明かりが灯っていた一つはコンシェルジュの部屋を照らしていたが残りの二つは一階にありカーテンで部分的に隠されていたがきっと寝室の窓だったのだろう ラルフの最初の考えはジョルジュ・デュグリバルを訪ねて事情を説明することだったしかし翌朝フジの肝臓病を患っていたジョルジュ・デュグリバルは既得状態にあり面会の見込みがないことを知った明かりがともされた部屋はまさに彼の部屋であった二人の警備員が昼も夜も彼を監視していたコンシェルジュは夜も寝ることなく 常に医者を呼び出す準備をしていた。ラルフは一人ごとを言った。なるほど。夜に家を訪ねるか。でも、どうやって入ろうか。その屋敷は奥行きがあり、裏側のファサードからは中庭が見渡せ、並行する通りとは非常に高い塀で隔てられており、重厚な扉が取り付けられていた。塀の高さは5メートルを優に超え。 通りはこの町で最も人通りの多い場所の一つだった。それは実行不可能ではないにせよ。難しい仕事になりそうだった。戸惑いながらもホテルに戻ったラルフはエントランスホールからダイニングルームに足を踏み入れようとした瞬間、足を止めた。とんでもない光景が目に飛び込んできたのだ。窓越しに。 レストランで昼食中のフェリシアン・シャルルとファウスティーヌの姿が見えたのだ。二人はおしゃべりに花を咲かせていた。二人は一体どんな暗躍をしようとしているのか、どんな仕事を成し遂げに来たのだろうか、状況によって共犯者同士として、そして彼が二人を見たときから間違いなく親密な関係によって結ばれていたのだろうか。彼は、 彼らのテーブルに行って自分の昼食を注文しようとも考えたそうしなかったのは彼が彼らに話しかける時の厳しい口調と意地悪な笑みを浮かべながら話しかけることが分かっていたからだそれになぜ彼らはジョルジュ・ドュグリバルの周りをうろついていたのだろう彼は急いで部屋で食事をしベルボーイに巧みに質問をした そのカップルは夜行列車で到着し、二部屋を予約していた。ホテルはほぼ満室で、女性は二階、紳士は四階の部屋に宿泊していた。翌朝、男だけが外出した。女性は部屋から出る様子がなかった。ラルフは再び一階に降りた。二人は相変わらず、お互いに身を乗り出しながら、まるで、 何か重要な案件について議論しているかのように、あるいは最善の決断を下そうとしているかのように話していた。二人が話し終わらないうちに、ラルフはホテルからほど近い公園の一角に陣取った。二十分後、フェリシアンが出てきた。彼は一人だった。フェンスの隙間から、ラルフは彼の決意に満ちた表情に気づいた。フェリシアンは明らかに、 自分が何をすべきか分かっており、それを一歩一歩実行する決意を固めているようだった。彼は自分の目的と、それを達成するための最も安全で最短の方法を知っていた。無駄な時間は一切なかった。フェリシアンはジョルジュ・デュグリガルの住む地区に向かったが、まっすぐ屋敷に向かわず、並行する通り、つまり中庭に面する道に沿って進んだ。 ラルフは自分に言い聞かせた。一体どういうことだまさか、白昼堂々と、通行人や近所の店主たちの目の前で、塀を乗り越えようとはしないだろうな。しかも、彼のポケットにはしごが入っているわけでもあるまい。それに、鍵をこじ開けるなんて、こんな時間にやることじゃない。人目につくし、面倒な作業だから。 普通は警察に通報されるぞ。しかし、フェリシアンはこれらの問題を考えているようには見えず、障害を心配したり、いくつかの選択肢から選んだりする様子もなかった。彼の歩調は早かったが、目立つほどではなかった。彼は高い塀に沿って歩き、鍵を手に扉の前に立った。ラルフは心の中で呟いた。ブラボー。 ここに慎重さにあふれた男がいる鍵のかかった扉を開ける最も簡単で普通の方法はその扉の鍵を持っていることだと考えているのだろうだから彼はその鍵を持っている彼はただ家に帰るだけなんだ誰がそんなことを気にするだろうか実際若者は2度鍵を回して内側のカン抜きを操作する別の鍵を2度回し 中に入って姿を消した。ラルフはフェリシアンが単にドアを閉めただけで屋敷に入った可能性を考えたこれは十分にありうることだったダブルロックでない鍵を開けるのは駆け出しのテクニックなのだ必要なのは鍵針と豊富な経験だけだ彼はその両方を持っていたそこで彼はフェリシアンと同じ方法で通りを横切り 鍵針を差しし込み操作したそしてもう一人の紳士がいつも通りに家に帰ってきたのだ中庭の左側の半分は増築された平屋の建物で上の階はなく建物の窓からは誰が一階部分に出入りしているのかわからないようになっていたラルフは静かに建物に入った片側にはクロークがあり いいくつかのコートがかけられていた。その反対側にはルグリガル専用の部屋があり大きな机ロッカー本棚が備え付けられていた至る所にカーペットが敷かれていた片隅の戸棚には金庫があったフェリシアンは金庫の前にひざまずいていた彼は作業に没頭していたためラルフの用心深い登場に気が付かなかった しかも、ラルフは敷居にとどまったまま、間口から頭だけを出していた。金庫の前で、フェリシアンは相変わらず素早く行動した。まるで、暗証番号を知っているかのように、躊躇することなく三つのノブを回し、その金庫専用の鍵を使って難なく開けた。重厚な鋼鉄製の扉が開け放たれた。中には多くの書類があったが、 彼はそのタイトルさえ見なかった彼は明らかに別のものを探していた一番上にある書類をどけ次に中段の箱にある書類を押しのけ書類の奥に手を入れた二度目の試みで彼はかなり大きな青い宝石箱を取り出したそれは彼が探していたものに違いなかった彼はまだひざまずいたまま よよく見ようと窓の方を少し向いた。そのおかげでラルフは動き一つ見逃さなかった青い宝石箱の蓋が開けられた宝石箱の中にはハンダースのダイヤモンドが入っていた若者はそれを一つずつゆっくりと調べ同じような冷静さで一つずつポケットに入れたラルフが驚いたのは彼の冷静さだった彼は 計画が用意周到に準備され情報収集も対策も万全だからこそフェリシアンが安心して行動できたことを裏付けていた彼は中庭や屋敷の物音に耳を傾けようともしなかったその時間なら誰にも邪魔されないと分かっていたからだカリオストロ伯爵夫人は命令していたその子を泥棒に育てなさいもし フェリシアンがその子供だとすれば命令は実行されたことになるフェリシアンは盗み金庫破りを行ったしかもその手際は見事だった無駄な動きは一切なく冷静沈着かつ計画的にそして慎重に行動したアルセーヌ・ルパンもここまでうまくはできなかっただろう宝石箱を空にすると二重底がないことを確認し さらに、金庫の一番下の段には書類しか入っていないことを確認すると、金庫を閉めた。ラルフは鉢合わせを避けるため、クローゼットに忍び込み、吊るされた衣服の影に隠れた。フェリシアンは、自分が監視されているとは未人も思わず、その場を離れた。彼は中庭の端まで行き、外に出て、外から扉に鍵をかけた。 それからラルフは広い部屋に戻ったフェリシアンの対策が完璧だったため彼は心地よい感覚を独り占めし肘掛け椅子にゆったりと腰掛けてゆっくりと瞑想にふけったその子を泥棒に育てなさいカリオストロ伯爵夫人の意思は実行されたフェリシアンは泥棒でありしかも父親の目の前で盗みを働いたのだ なんと恐ろしい復讐だろうか。ラルフは心の中でつぶやいた。ああ、ゾッとする。もし、本当に私の息子だとしたら。しかし、息子が泥棒だと認めていいのだろうか。おいおい。ルパン、お前は自分に正直だろう。誰も、お前の話なんか聞いていない。芝居をする必要はないんだ。もし、 お前の忠実な両親の奥底で、一瞬でも、このありふれた詐欺師が自分の息子かもしれないと信じていたら、お前は最悪の最期を迎えたのではないか。そうだろう。それに、フェリシアンが盗みをするのを見て、お前は苦しまなかっただろう。つまり、フェリシアンはお前の息子ではないということだ。これは明らかだ。 これは明らかな事実だ。誰にも反論させない。まったく。我が友よ。フェリシアンよ。君の行動はまたもや堕落しているな。好きなだけ盗みを働けばいい。私はもう何も言うまい。そして、彼は声に出して、こう付け加えた。さて、この問題は、別の角度から考えることもできるだろう。 しかし、ラルフは別の問題を考えようとはしなかった。彼はごちゃごちゃ考えているより、やるべきことがあった。彼は、この机の引き出しを調べなければならなかったのだ。彼は手際よく鍵を開け、自分が引き出しの中を漁っているときは、皮肉にも、他人が盗みを働いたときのように、憎しみが湧いてこないことに気づいた。この場合、 最も重要なここととは成功することだった。そして彼は成功したその結果として彼はかなり重要な成果を得た引き出しの奥にあった秘密の箱の中には女性の筆跡で書かれた2ダースほどの手紙があった手紙には署名はなかったがいくつかの特徴から手紙の送り主を特定することができたその手紙は エリザベートとローランデの母親が書いたもので表面上とは裏腹に2人が別れた時ガブレル夫人がまだ夫に誠実だったことを証明していた後年になってようやくこの手紙の中のいくつかのベールに包まれた言い回しやより優しいニュアンスからガブレル夫人がジョルジュ・ドュグリバルの愛に屈したのだと推測されるようになったのであるしたがって 二人の姉妹のどちらかが、ジョルジュ・デュグリバルの娘であるとすれば、それはローランデに他ならない。しかし、誰もそのことを知らなかったし、誰もそれを口にする権利もなかった。そして、疑う余地もなく、ローランデは自分の出生の秘密を知らなかったし、これからもずっと知らないままであろう。それは、 彼女の母親の最大の懸念事項の一つであり手紙の中ではっきりとこう書かれていた彼女には何も知られないようにお願いだからラルフは自分が入ってきた方法で外に出ることができず夜を待つしかなかったのでこの発見にずっと思いを巡らせていた午後7時ごろ彼は4段の階段を上り屋敷の1階へと向かった 最初に目にしたのは大きなサロンでカーテンが閉まっていて薄暗く家具とピアノにはカバーがかけられていたその隣には大きな階段のある控えの間があり丸窓越しにコンシェルジュのロッジが見えた午後8時ごろ屋敷は騒然となった2人の紳士が1階に降りてきた彼らは医者を迎えに行き医者が到着するや否や その二人と言葉を交わして階段を上がっていった二人はかなりみすぼらしい服装でコンシェルジュと小さな声で話しそれから待っている間サロンの半開きになったドアのすぐ近くにある控えの間にある椅子に座ったラルフはいくつかの言葉が聞き取れた彼らはジョルジュ・ドュグリバルのいとこだった彼らは病人の容体と 一週間から二週間以内に訪れるであろう最後について話していたまた金庫にしまわれている宝石箱には高価なダイヤモンドが入っていることから書斎に裁判所の封印を貼らなければならないことにも言及した医者が一階に降りてきた二人のいとこは隣の部屋で帽子を取って医者に付き添っていたがラルフはこの屋敷の使用人のようにサロンを出て コンシェルジュが控えの間から開けてくれたドアで医者に手を差し出し静かにその場を去った午後10時ラルフはカーンを立った途中激しい嵐に襲われ突風が吹き荒れたためリジューに立ち寄りサンジェルマンの丘の麓にあるペック橋を渡ったのは朝方になってからだった彼の運転手がそこで待っていたラルフは言った どうしたんだ何か、新しい情報でもあるのかその男は、素早く彼の横に座った。はい、ボス、別のルートで戻られるのでは、と心配していました。詳しく話してくれ。武装警部が今朝、家宅捜索をしたんです。私の別荘か、クレールロジスか、何の関係があるんだ いいえあなたの別荘ではなく離れの方でフェリシアンの彼はそこにいたのかええ彼は昨夜戻ってきました彼の立ち会いのもとで捜索されました何か見つかったのか分かりません連れていかれたのかいいえでも別荘は包囲されています フェリシアンは外に出られません。使用人たちは警官に許可を求めなければなりません。私は事前に察知して、先に出ていました。私は関係ないのかいいえ、あります。逮捕状は、わかりませんけど、いずれにせよ、偶装はあなたに関する、県警からの書類を持っています。あなたの帰りを待っていますよ。 畜生。よく私を止めてくれたな。ネズミ捕りに放り込まれるのはまっらだ。彼は歯ぎしりしながら言った。なぜ私を捕らえようとするのか。私を逮捕する。いやいや。そんなことはしないさ。でも警察はその場所を捜索するかもしれない。それからどうなる。しばらくして彼はこう言った。 家に帰れ明日の朝までラヌラーの隠れ家にいるよ午後になったら電話するでもグソーとその部下たちはどうします彼らがそれまでに帰らなければ全ては終わりだだからうまくやってくれああもう一言だけファウスティーヌは彼らは彼女のことを話していましたよ 近いうちに診療所に行くでしょうねあああ,あこれはやばいぞすぐ逃げろ運転手は車を走らせたラルフたちは幹線道路とルベジネを避けるためクロワシー・シュルセーヌを経由して半島を回りシャトゥーに向かった彼は郵便局から診療所に電話をかけたファウスティーヌさんをお願いします どなたですか彼は名前を告げなければならなかった。ダベルニーさんの代理です。ファウスティーヌが呼ばれた。ファウスティーヌか。私だ。ダベルニーだ。そうだ。君に危険が迫っているんだ。私を信じてくれ。逃げなければならない。アパートを出て、シャトゥーからクロワシーに向かう道で落ち合おう。 急ぐ必要はない。時間はあるからな。彼女は返事をしなかった。しかし30分後、彼女はスーツケースを手に現れた。何も言わずに、二人はブージバルとマルメゾンを通り過ぎた。ヌイーで彼は尋ねた。どこで降ろせばいいポルトマイヨで。彼は苦笑した。曖昧な住所だな。まだ、 私を疑っているのか ?A、信用していないわ。愚か者め、すべてのトラブルは、君たちの無謀さによるものだ。理由は何なんだ昨日、カーンで同じホテルに泊まっていた私に、君と一緒に昼食を食べるのを邪魔できたと思うのかそして、ルグリバル邸でフェリシアンが泥棒するのを阻止できたと思うのかそして、 君とうまくいって、ずっと望んでいたものを君から手に入れるのを妨げられると思うかい。ファウスティーヌ。さようなら。愛しい人。ラルフはパリの隠れ家の一つ、ラヌラーに避難し、そこで朝食をとった後、一日中、そして一晩中眠った。翌日、彼は検察庁に行き、ルーセラン判事に面会を申し込んだ。 その日は9月15日、水曜日だった。ローランデとジェロームは、次の土曜日に結婚式を挙げることになっていた。はい、春の空です。モーリス・ルブラン原作、カリオストロの逆襲、第14章、青い宝石箱の朗読は終了です。最後までご視聴いただきありがとうございます。 この動画はいかがだったでしょうかご要望などございましたらコメント欄にお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。それでは次の動画で再びお会いしましょう。